にょはせよ。저는東누나라고합니다。2年前に訪れた素敵な研修の思い出を残したくて、キョンジュジャーナルというブログを始めました。今回観光公社さんの誘いを受けまして、再び1000年もの歴史のある研修を訪れることができました。여러분만나서반갑습니다。世界遺産なだけあってとても感動しました。お釈迦様の笑顔が穏やかに微笑んでいて、もうそうなんですが、こんな巨大な石をここまで運んできたことも、その石を用意したことも、持ってきたことも、それをまたこうきれいに積み上げてこの形を作っていることも、すごいことだと思います。広大な敷地にこれだけの建物がこんなに大きな空間をとって広がっているのは、なかなかどこにもないものだと思うので、来てすごく驚きました。韓国の魅力はたくさんあるんですけど、多くの人がまだ日本から行く、多くの人がソウルに行く人が多いんですけど、こうやって地方都市を回るとそのエキサイティングなソウルとは違って、温かい、なんか初めて来るのに懐かしい雰囲気がこう味わえるのがとても魅力なので、ぜひ皆さんにも地方都市をゆっくり旅していただきたいと思います。1000年前の王様たちがここで宴会をして楽しんでいた気分を肌で感じます。とてもすごく綺麗な場所なので、王様たちがこの景色を見ながら楽しんだのを想像するとワクワクします。昼間も観光するところがたくさんあるピョンジュですけれども、夜もこうやってライトアップされた景色を毎日楽しめるので、ぜひ皆さんに来てほしいと思います。